ダメかわ。だろう。オッケー、そういうことだったか。ジャンプ、はい、いきます。はい、行きます。おい、空中で敵、よし、爆撃、いいぞ。敵多くないか。これか。よし、よし、ジョブを増やすために一戦交えます。ティターンってやつと、ティターンってやつと一戦交えて、ジョブが増えるかな、どうかな。多分勝てると思うが、自信はある。古代の民の迷宮と、オッケー。ここに行くとボスですね。ツチノクリスタル、とうとう来ましたよ。待ち、ツチノクリスタルだ。左右から何かが襲ってきた。ザンデ様の目に従い、お前たちを闇に葬り去る。来やがった。来たんか。オーケー、前を倒せば魔法を使ってくるっていう話だから、リフレフはどうだ。みんなには効かないか。そういうことは、まあいいや。崖魔法を使ってくるらしい。
だ、これでどうだ。あ、クエイクはダメだったか。回復しちゃうか。うわ、フレア、うわ、結構効く。回復しないよな、こいつ。よし、前、前、いいや。頑張って、頑張って。しゃ。ファイガーどうだ。いいぞ、クリティカルヒット。ファイガー、んー、まあまあ、なんか位が悪いな。回復したりするかな。押してみようかな、ちょっとどうなるかな。あんだが、いいぞ。そっちに来たか。お、サンダガの方が効くな。リフレック。フリザガはどうだ。上に来たか。上二人を集中攻撃してるな。崖で。フレア、フレアで。あ、クリティカル。よし。倒しました。来たん。撃破。オッケー。グレンドアップした。さあ、ジョブが増えるぞ。最後のクリスタル。土のクリスタルだ。光の戦士たちを。私の力を。暫定というものが悪用し、この世界を暗闇に変えようとしている。さあ、私の中より力を取り出すのだ。暗闇の雲を振り払うのだ。土のクリスタルから称号を受け取った。オッケー。シルクスの塔は光の力を集めて、作られたというだ。ザンデはそこで私たちの力を利用して闇の雲を呼び出そうとしている。光の四戦士たちをシルクスの塔に行き、ザンデを止めるのだ。あと4枚あるな。ジョブが増えたか。よし、増えた。これが欲しかったんだよね。魔人、剣術師。まあ、とりあえず、手に入れました。ここの、右の、ちょっと進もうか。もうちょっと進めようかな。忍者が欲しいね。ちょっとね、一気に最終対戦に向けて仕上げをしたいところだけどね。もう少し進もうか。